どうやら着いたようだな。海水体、実に不快な部屋だ貴様。やっぱり怖いね。気をつけろ、汚れた逆さ心臓に蹴押されるな。アビスの使徒もここにいる。やはり勘が鋭い。相変わらずしつこいな。教団の敵ダインスレイブよ。その体から漂う恐ろしい血生臭さ、漆黒の悪夢からのものか。なるほど、実に危険だこの腐敗の匂い。どうやらお前も我々と同じ危険なものであるようだ。しかし教団以外の危険は檻に閉ざされているはず。し、その下腐敗しきっているようだな。切り落とす。絶滅の残響。終焉の神明。絶滅の残響。部外者禁止。ホタル、また会ったな。どういうことなんだ。
その人と一緒にいちゃダメ。その人は私の敵。ホタル。これは言わなきゃいけないことなの、ソラ。ダインと一緒に私を、アビスを阻止しないで。その人、ダインスレイブは、最後のカーンルイヤ宮廷親衛隊、末光の剣。500年前、彼はカーンルイヤの滅亡を阻止できなかった。その時に不死の呪いをかけられ、荒野をさまよった。彼が守ろうとした民が、アビスの怪物になるのを見ながら。ダインが、カーンルイヤ人だって？500年前に滅びた、あの、カーンルイヤ人？それに、民が怪物になるって。今のアビス教団は、カーンルイヤと関係があるどころか、カーンルイヤの移民だったのか？ダインはお前の敵って、何が何だかわからないぞ！いえ、もちろん、空がいる場所が家だよ。でも私は、まだ空と次の世界に行けない。少なくとも今は、できない。アビスがカムクラを下す前に、まだ、天理との戦いが残ってる。聞いて、ソラ。私はすでに一度旅をした。だから、ソラも私と同じように終点にたどり着けば、この世界の淀みを見届けることができる。私たちはいずれ再会する。急ぐことはないよ、ソラ。待つだけの時間が十分にある。私たちには十分時間がある。